コルトは三菱自動車工業が製造・販売する小型自動車である。通称 Z カーとして三菱自動車とダイムラークライスラーによって共同でコンパクトカーの開発が進められた。2002年6月三菱版 Z カーの社名がコルトに決定したことが発表された。コルトの社名は海外ではミラージュの輸出名として使用されていたものの 日本国内ではコルトギャランで途絶えていたため30年ぶりに復活した形となる。顧客が装備などを細かく選べるカスタマーフリーチョイスを三菱自動車で初めて採用した。オリビエ・ブーレイによる富士山型のフロントグリルが賛否両論を呼んだ。プラットフォームを共用する姉妹車としてダイムラーのスマート方法があり、欧州向けコルトと共に オランダのネットカーで生産されていた。2002年発売当初、月間7000台の販売を計画したが、最もサイズが近いホンダフィットをはじめとする強力なライバルに対して苦戦を強いられることとなった。2008年、欧州ではフェイスリフトを実行し、当時の三菱車のトレンドとなっていたジェットファイターグリルを採用し精悍な印象に改められたが、 日本では引き続き従来型が販売されていた。2009年、日本においては、環境対応者普及促進税制や、100万円を切る、リミテッドの設定が、追い風となり、2009年1月には800台を割り込むまで落ち込んでいた、販売台数が、同年10月には前年同月販売実績の2倍以上に、当たる2158台に回復した。モデル末期は、 車種整理の末、1.5リットルのないエンジン車は消滅した。英語で小馬を意味する。1960年代に三菱自動車工業の前身である新三菱重工業が初めて乗用車に用いた名称を原点に変える意味で再起用している。ありがとうございます。